こんばんは、正隆です。ちょっと今日はね、ぼっち焼き肉じゃなくてバーベキューしようかなと思って、なんで今あの5月の11日8時49分です。僕ね、今まで一回もやったことないんですよ、正直。一人でっていうよりね、ほとんどね、こんな火起こしなんかやったことないんでね。ちょっと着火剤とかつけたからさ、大丈夫だと思うんだけどさ、いけるんだと思うんだけどなちょっとこれで様子を見ていこうかなと思ってます。ちょっと入れておこうかな。いいのかな、こんなん。ちょっとわからへんな、どういう場所がええんかな。今どんな感じで見えてるんですかね。これね、なんか今あの思ったんですけど、炭の匂いなんですね、いつもバーベキューの匂いってね。これ肉の匂いじゃないんだな、これな。今日ね、そんなに肉もね、買ってきてないんで、本当に、ちょっと近いうちに家族にもね、ちょっとやってあげようかなと思ってるんですけどね。でもなんか直火材のところしか燃えてないけど、大丈夫なのかな。で燃えていくんですかね。俺わかんねえんだよな。今で燃えるのかな。よくわかんねえな、これな。燃えてってんのかな。これ火こんなんでええんすかね。なんかよくわかんないんだよな。まあ、とりあえず酒飲もうかね。これってどのくらいまでやればいいんですかね。関連だよ。
結構いいやつ買ってきたんだけどね。でもこれってあれでしょ、炭がなんか赤くなるなったらいいんでしょ。要はなんか耐熱じゃないな、なんだっけ、結構時間かかるとね、めんどくさいね。もうちょっとこっちに来てね、このぐらいのとこか、そしたら登れる。デジカメ壊れちゃった。サムネ撮ろうとしたんですけどね。なんだよ、やってんだよ、俺よ。まあ、ちょっと火起こしします。